はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、このハムスターハウスとかね、いろいろおもちゃとかね、回し車とか最近ね、いろいろ買い替えてるんですけどね、本日がラストですね、ラスト。はい、本日ご紹介するのはね、こちらになります。はい、こちらですね。こちらもね、中国製のね、ハムスターハウスなんですけど、開けてみましょうか。わっ、すでになんか欠けてますよね、ちょっとね。ドライバーとかネジもついてますね。また組み立てるだけでね、こちらは使えませんね。はい、ではね、また組み立てていきましょうか。ですね、これは簡単だな。これが屋根、屋根ですね、屋根。こちらも屋根。見えます？はい、こちらも屋根。はい、あとはですね、これどうなってるのかな。こんな感じだと思うんですけど、こうかな。うん、でこちらもこちらは底がついてますね。底がね、ついてます。なんか、あ、この中に、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと失敗しました。これをですね、これを、あ、こっちだ。ちょっと失敗しました。こちらをまず、入れて、2階部分ですね、2階部分。それでこちらを入れます。で、床をつけますね、床を。よいしょ、入った。よし、あと1つ。よし、屋根をつけますと。はい、完成ですね。これはな、ハムスターハウスなんですかね、これもね。こんな感じになってますよ。一応2階みたいになってるけど、これいけるのかな。中2階みたいになってますね。いけるかな。はい、入って。入ってくれるかな。どうだろう。君、中へ入るかな。お、入った。でね、一応上にも行けるんですけど、行ってくれるかな。カジ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 。あ、お、上に行くかな。行かないな。いけないのかな。ちょっと狭そうですね、これね。1匹もしくは2匹用ですね、これ。まあどうでしょう。またね、これお値段とかね、メーカーとか
また記載しておきますね。はい、こっちで、こっちで。ほむちゃん、ほむちゃん、ほむちゃん。この中入れるよ。はい。こっちこっち、こっちこっち、中中中、中入って、中中、よしよし。どうでしょう、これね。いやいや、こっちこっち。中入って、中。中中中、待って。待って。中入って、中。ほい。中。微妙かもしれませんよこれね。こっち向いてね、こっちね、こっちね、よし。可愛らしいけど一つね問題があるんですよ。これね、床がついてるんでね、おしっこをロボちゃんの場合ね、至るとこでおしっこしますんでね、これ掃除するのが大変かもしれませんね。木なんでね、湿っちゃうんですよね、おしっこされると。なのでこれ床をちょっと、ごめんね、床床をね、取った状態で使った方がいいのかもしれませんね、これね。平らなとこに置くとね、安定はしませんよね、これ。ここのね、出っ張りを削ればいけると思うんですけど。入って、入って。多分ですけどね、この上から入ることはないような気がしますね。ちょっとひまわりを中入れてみましょうかね。はい、はいはい、もう入ってこい。こっちよ、こっち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 、こ、登る、屋根から登ろうとしてるな。入り口が分かんないのかな、この子は。2匹が限界ってとこですかね、大きさは。まあ見た目がいいんでね、よしとしましょうか。はい、といったわけで本日はですね、ハムスターハウスをご紹介しました。60点ってとこでしょうかね。50点60点。はい、といったわけで本日のね動画は以上になります。
最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画もね、よろしくお願いいたします。それではさようなら、さようなら、さようなら。